キャロライン・アリス、レディ・エルガーは、イングランドの三文、陰文作家。作曲家、エドワード・エルガーの妻として知られる。アリスとして知られるキャロライン・アリス・ロバーツは、1848年に、インドのブージに生まれた。少々サー・ヘンリー・リー・ロバーツとジュリア・マリア・レイクスの間の抜子で、唯一の娘だった。アリスの兄には、アルバート・ヘンリー・ロバーツ、フレデリック・ボイド・ロバーツ、 スタンリー・ネーピア・ロバーツがいた。父・ヘンリーはインド大反乱の際にインドに仕えており、アリスがまだ12歳の時にこの世を去っている。アリスは名家の生まれだった。母方の祖父はロバート・ネーピア・レイクス氏、曾祖,祖父は教会学校の創始者であるロバート・レイクス。叔父のロバート・ネーピア・レイクスは英領インド陸軍大将であった。幼少期のアリスは、 アマチュアの地質学者であったウィリアム・サミュエル・サイモンズの下で学び、彼女らはアリスの友人グループも交えてセバーン川の土手へと化石発掘に出かけていた。アリスは彼の本に目次を書くこともした。またブルッセルではフェルディナント・クッファーラートにピアノを学び、チャールズ・ハーフォード・ロイドに化星学を学んだ。アリスはドイツ語のみならず、イタリア語、フランス語、スペイン語にも堪能だった。 結婚以前、アリスは、シー・アリス・ロバーツという名前で著書を出版していた。2巻からなる小説、マーチクロフト・マナーが世に出たのは1882年、彼女がエルガーに出会う4年前だった。エルガー研究家のダイアナ・マクベーはこの作品について、次のように表している。テンポと場面を調節しながら、非常によくできた、愉快で心の金銭に触れる物語である。また、アリスを、 後年の陰文、書簡、日記のみから知る、誰もがそのユーモアに驚くのではないだろうか。またマクベイは、評論家が当初この本の、急進主義色に注意を引いていたことについて、言及している。1886年に、兄たちが従軍のため、家を離れることになり、アリスは、母と共にウスターシャーレドマーリーのヘーゼルダインハウスで、暮らした。その年の秋、ウスター高校で、 バイオリン教師をしていたエドワード・エルガーから、ピアノ伴奏のレッスンを受けることになる。翌年に、母がこの世を去ると、しばらく国外に出たが、その後、リップル・ロッジと呼ばれるモルバーン・リンクの住居に落ち着き、伴奏のレッスンを再開した。この若きを音楽教師と婚約することになった、アリスであったが、彼が8歳も年下である上に、社会的に低い階層の小売り商人であると考えた。 彼女の家族はこの婚約に強く反対した。加えて彼女の一家が成功会信徒であるのに対してエルガーはカトリック信徒であった。1889年5月8日、アリスとエルガーはブロンプトン祈祷所においてカトリックの略式の結婚式を挙げた。婚約に際し、エルガーは彼女にバイオリンとピアノのための商品、愛の挨拶を送り、アリスは彼に 自作の詩の中から、ザ・ウィンド・アット・ドーンを送った。出席者は、神父側からはいとこのウィリアム・レイクスとその妻ベロニカのみ、また新道側からは、両親と友人のチャールズ・バックのみであった。披露宴は近所にあった、アリスの友人であるマーシャル夫人の家で行われた。エルガーは後に、マーシャル夫人の娘にあたる、ミス・マーシャルに、歌曲、秋の歌を検定している。二人は、 ワイト島のベントナーで3週間のハネムーンを過ごした。あと、イギリス音楽界の中心に近づくべく、ロンドンへと戻ってきた。しかし、彼らは、その後1年余りにわたって、住居を転々とすることになる。まず、ケンジントン、マール・オズロードの山に住むことになったが、賃貸契約が切れると7月29日に、モルバーン、セッターモの、広々とした家に移った。その後月には、 アッパーノーウッド、フォンテインロード、オークランズのレイクスのいいとこの邸宅へと引っ越した。この家は、水晶宮に近く、そこで行われる演奏会を可能な限りすべて聞きに出かけていた、エルガーにとっては有利であった。さらにその後、県人ン,ン,ン、アボンモアロードの51にある広い段が前の家に移り、1890年8月14日に、 この家で夫妻の一人娘であるキャリス・アイリーンが誕生している。しかし、仕事を得られなかったエルガーはここを離れることを余儀なくされ、モルバー・アン・リンクに戻って、アレクサンドラ・ロード・フォールリーの家を借りた。ここで彼が教育業と地元のアンサンブルの指揮を行うことで、生計が立てられることを願ったのである。アリスの夫へ対する信頼と、下の階層をと結婚した勇気は、 エルガーのキャリアの強力な支えとなった。彼女は夫の気分の浮き沈みをなだめ、音楽面では批評を惜しまなかった。またビジネスマネージャー、社会的な秘書をこなし、還元学の楽譜用の紙に五線を引いて整理する作業も少なからず行った。彼女はエルガーが有力団体の関心を得られるよう最善を尽くしたものの、さほど成功しなかった。彼がしぶしぶ受けた栄誉は、 アリスと彼女の社会的地位にとってより大きな意味を持っていた。さらに彼女は夫がさらなるキャリア積むために自分自身の夢を諦めもしていた。後年彼女は日記の中でこう告白している。いかなる女性にとっても天才の世話を焼くというのは生涯かかってもあまりあるものである。1904年にエルガーがナイトに乗されるとアリスは レディ・エルガーとなった。第一次世界大戦の開戦直後の時期、アリスはわずかな期間ではあるが、チェルシー・バラック所属の兵卒のある一団にフランス語を教えていた。エルガー夫妻が眠る墓、リトル・モレバーンのストリート、ワルシュタン・エス・チャーチ。1920年1月までに、友人たちはアリスに、いつもの正気がなく、11月以降外出していないと気づき始めていた。 3月16日にエルガーの公共曲第2番の公演を聞きに出た彼女は翌日ハーリーストリートの医者にかかるがエルガーがリーズでの演奏会のために外出すると家で留守を守った彼女が最後に出席した演奏会はロンドンで行われたエルガーの室内楽曲の公演であったアリスは4月7日にハムステッドのネザーホールガーデンズの42に位置する 彼らの自宅であった、セバーンハウスで息を引き取った。彼女の葬儀は3日後に、リトルモルバーンのローマカトリック教会、ストリートワルシュタン、エスチャーチで行われた。エルガーは、娘のキャリスに支えられての参列だった。参列者の中には、アリスの兄であるネーピア・ロバーツの姿もあった。また、エルガーの友人であるレオ・フランクシュスター。 ウィリアム・ヘンリー・リード、そしてチャールズ・バックも参列した。チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードは到着したもののリードに話しかけるのがやっとで涙で式場を後にした。教会の佐々木では、リード、アルバート・サモンズ、ライオネル・ターティス、フェリックス・サモンドによって、エルガーの弦楽四重奏曲から感情楽章が演奏された。 アリスがエルガーと暮らした1889年から1920年にかけて記した書簡と付けていた日記は彼女自身と家族の暮らしを記録した貴重な資料である。キャリスは第一次世界大戦開戦時には応急処置の訓練を受け、その後1915年からは政府の検閲部門で翻訳の仕事をしていた。 母のアリスがこの世を去る一月前に自宅に戻ってきたキャリスであったがミューレンで過ごした休暇中にサミュエルブレイクというサリーで農業を営む年上の男性に出会っていた母は秘密に感づいていたもののキャリスは彼女には話さなかった一年後父の同意を得て彼らは婚約する二人が結婚したのは1922年1月のことで彼女は キャリス・エルガー・ブレイクと名乗るようになった。彼らの間に子供はいない。母の死後、キャリスは父を支えることに身を投じるようになった。1934年にエルガーが死去すると、彼女はエルガー製探知博物館の設立に携わる。サミュエル・ブレイクは1939年にエミン、キャリスは1970年7月16日にブリストルで生涯を終えた。 彼女の葬儀は、両親が眠るリトルモルバーンのストリート、バルシュタン、エスチャーチで行われ、7月30日には、ロンドン W1、マウントストリートにあるファームストリート協会で、記念礼拝が取り行われた。アリスがエルガーの音楽につけた詩は、以下の通り。エルガーがアリスに捧げた作品は、以下の通り。注釈出典。ありがとうございます。